んにちは、片川のり子です。今月も花と緑の町浜松推進市民協議会からこちらの綺麗なお花をいただきました。クリスマスムード満点、華やかですね。そして番組を一緒に進めてくれる可愛らしいお友達、ココロンです。こんにちは、もてなしの町浜松推進運動のイメージキャラクター、ココロンです。よろしくね。さて今回の特集はみんなで取り組もうシティプロモーションです。いよいよ来年の4月、浜松市が政令指定都市の仲間入りです。そこで全国や世界中の皆さんに浜松市の魅力をもっともっと知ってもらおうということで、市では市民の皆さんと一緒にシティプロモーションに力を入れているんです。シティプロモーションっていうのは、より多くの人に浜松を知ってもらって、来てもらって、魅力を感じてもらって、そして浜松に住んでもらおうってことなんだよ。そうなのよね。その浜松市のシティプロモーションには3つのキーワード戦略があるんです。まず第1に知って来てもらう、第2に見て感動してもらう、そして最後に気になって住んでもらうです。浜松市は全国の大都市に負けないくらいたくさんの魅力があるんだけど、まだまだ知られていないんだって。そうなのよね。だから浜松市の魅力をもっともっと知ってもらうために、国内外に発信していくことがシティプロモーションの第一歩となるのよね。それでは行政や民間が行っているシティプロモーションのいくつかをご紹介しましょう。浜松市の魅力を国内外に発信する親善大使、浜松市やらまいか大使。浜松ゆかりの著名人を任命し、大使として日頃の活動の中で浜松市を PR し、シティプロモーションにも一役買っていただいています。また浜松市民だけでなく、浜松が好きという方なら誰でもサポーターになれる浜松サポーターズクラブ、現在の会員数はおよそ1000人。会員の皆さんは口コミで浜松市の PR をしています。この他浜松市では様々なイベントを通して浜松の魅力を世界中へ発信しているよ。浜松市は音楽の街づくりに取り組んでいます。この音楽の街浜松を世界に発信するために、3年に一度浜松国際ピアノコンクールを開催しています。また浜松市では世界的なイベントやコンベンションの誘致にも取り組んでいます。2009年には第4回インターナショナルモザイカルチャーが浜松市で行われることが決定しました。浜松市が花と緑にあふれた美しい地域であるというイメージを国内外に発信することで、シティプロモーションにつなげていこうというものです。他にも民間が主体となったシティプロモーションも行われているよ。浜松商工会議所では浜松市の特産品や資源など浜松らしい魅力あふれる地場産品を認定して、全国に浜松の良さを広めています。やらまいか浜松のブランド認定品の素晴らしさからですね、浜松の良さを全国に発信し、地域間競争の中での差別化を図ります。そして浜松のさらなる発展を目指しています。まあ、要するにこのブランド創出事業はですね、個々の製品の拡販のお手伝いをするのではなくて、ブランド認定品が浜松地域の代表選手として、地域の良さを全国に PR していることにあるんです。寒山寺温泉協会が中心となって、浜名湖とその周辺地域の発展を目指し、さまざまな取り組みを行っている浜名湖エンタメ。この浜名湖エンタメが浜松を舞台にした映画、天まで上がれを制作しました。この映画の公開によって浜松市はさらに全国へ発信されました。我々の浜名湖エンタメの活動が中心となって、天まで上がれで紹介されたこの浜名湖の風光明媚な景色、そして浜松の文化など、たくさんの皆様にお越しいただいて見て体感していただきたいと思います。今まで個々に市の PR 活動を行っていた行政、企業、
民間団体、そして市民が一体となってシティプロモーションを行っていく浜松・浜名湖プロモーション協議会 We Love 浜松会議が発足し、多くの人に今まで以上に浜松を知ってもらおうと励んでいます。行政と民間が一体となって行うシティプロモーション、まだまだ始まったばかりだけど、こういった活動がもっと市民全体に広がっていくといいよね。スタジオには浜松市企画課の伊藤千佳子さんにお越しいただいています。伊藤さん、よろしくお願いします。お願いします。さて、浜松市では今年から本格的にシティプロモーションの取り組みが始まったそうですね。はい、浜松市は平成19年4月から政令指定都市に移行することが決定しました。しかし浜松市は他の政令指定都市と比べてまだまだ全国の人に知られていないのが現状です。仙台の森の都、横浜の港町、京都の古都というような浜松の都市イメージを確立して、そのイメージを向上させるために今シティプロモーションに取り組んでいます。都市イメージが向上するとどんな効果があるんですか？はい、都市イメージが向上すると浜松市がより多くの人に知られ、より多くの人や物が交流する魅力的な都市になっていきます。また企業や民間団体にとっては浜松に来る方が増えることによってビジネス機会が高まりますし、また浜松ブランドの商品の価値も向上するようになります。では私たち個人にできることってあるんですか？はい、まず私たち一人一人が浜松のことをもっとよく知って、もっと好きになって、その浜松の魅力を多くの人に広めてもらうことが大切です。浜松市では浜松の魅力を見る、食べる、遊ぶの3点の視点から紹介しています。浜松の玄関口の浜松観光インフォメーションセンターでも浜松の見る、食べる、遊ぶを様々な観点から紹介してるんですよ。なるほど。そこで私もその浜松観光インフォメーションセンターに行ってきました。こんにちは。こんにちは。こんにちは。あの浜松見どころいっぱいあると思うんですけれども、はい、見て食べて遊べるおすすめのスポット教えてください。はい、浜松市は町中、中田島砂丘、浜名湖、奥浜名湖、そして北園地域など海、山、川、湖などといった恵まれた景勝地がございますので、見て楽しむことができます。本当に広いですもんね。はい、それから食べるといったら、はい、あの皆様もご存知のようにうなぎをはじめトラフグなど海の幸が、恵まれておりまして美味しいですし、椎茸や自然薯など山の幸も楽しめますね。他に遊ぶといったら、はい、浜名湖が近くにありますことから海水浴や潮干狩りなど一年を通しましてマリンスポーツが盛んなんですね。それから、親子で楽しめます収穫体験がフルーツパークで行われますので、個人的にはおすすめなんですね。私食いしん坊だからもう本当楽しみなんです。そうですか。はい、じゃあもうちょっと一日は足りないくらいですけども、はい、今日お天気がいいので、はい、早速行ってきます。いってらっしゃいませ。奥浜名湖にある龍潭寺にやってきました。こちらには国の指定文化財、名勝記念物になっている庭園があるんです。どんなお庭なんでしょうか。早速伺ってみましょう。ご住職、こちらのお庭、緑と鳥のさえずり、本当に心が落ち着きますね。そうですね、はい、大変有名な方がお作りになったということですが、小堀遠州作と言われていますね。緑時代の初期に作られたと言われていますね。歴史があるお庭ですね。そうですね、はい、そしてこちらのお寺も、あの井伊家の菩提寺だと伺っていますけれども。そうですね、ここはね、伊の国に千年の歴史がある土地でございましてね、井伊家の元祖が千年前に生まれております。ですから40代のね、御霊が祀ったんですよ。あ、そうですか。徳川家康子にお仕えしたね、はい、24代目の井伊直政、もちろんお祭りでした。あの井伊家の殿様もじゃあこちらにいらっしゃったということですか。そうですね、江戸時代の彦根に移りましてからはね、殿様に就任すると必ず一緒に一度ご先祖に就任報告
筆になるんですよ。ああ、じゃあその御霊に向かってお殿様がやはりこちらにご挨拶に来たということですね。そうですね。この入られた部屋がこちらの栗の中にある書院、だからここでおもむろにお茶をあがられながらね、はい、そしてご先祖にゆっくりと対面なさる。あの県外からもたくさんのお客様がいらっしゃるおかげでね、もう全国から来てますしね、やっぱりここへ来ていただいて、合わせて浜名湖もね、全国発信しなきゃいかんし、できたら世界発信しなきゃいかんと思ってますよ。そうですね、はい、後でゆっくりと抹茶をいただきたいと思います。そうですね、はい、顔を上がりながらね、ゆっくりと庭をやっぱり眺めていただく、ね、それがやっぱり一番意味がある方、心で見ていく、心の目で見ていただく、このが大事だと思ってますね。はい、徳川家康公が若き日を過ごし、別名出世城とも呼ばれている浜松城。3階の展望台からは浜松市が一望できます。春にはソメイヨシノが咲き誇り、桜の名所としても有名です。こちらは姫様道中、カゴに乗ったお姫様、それに続く腰元、やっこ、友侍などおよそ100人の行列が宮古田川の桜つづみを歩きます。全国的にも有名な浜松祭り、昼間は中田島砂丘で大凧が空に舞う勇壮な凧揚げ合戦が、夜になると市街地で豪華絢爛な御殿屋台の引き回しが行われ、多くの人を魅了しています。浜松市の新しい観光スタイルとして人気なのが産業観光。これは浜松市で作られている製品や商品などの工程を見学、体験したりするものです。実際に見て学ぶことができるのは、ものづくりの町浜松ならではですね。自然環境に恵まれた浜松市には、海の幸から山の幸まで、美味しい特産品が数多くあります。浜名湖で養殖されたうなぎは、肉厚でとっても柔らかいんですよ。そして、今が旬の遠州灘天然トラフグ。舞阪港から水揚げされる天然トラフグは、地元で獲れるからこそ、リーズナブルな値段で味わうことができます。コリコリとした歯ごたえにほんわりとした甘み、ぜひ一度味わってみてはいかがでしょうか。他にも遠州灘といえばシラス。荒波に揉まれ身が締まった遠州灘のシラスはそのまま食べても美味しく、また釜揚げシラスも人気が高いそうです。浜松市は全国第4位の生産高を誇る農業の盛んな町でもあります。新鮮、安全、安いがモットーのファーマーズマーケットは、安心して美味しい農産物を買うことができます。ライフアップ浜松。美味しそうな餃子ですね。実は今、ご当地グルメとしてこの浜松餃子が注目を集めているそうです。もうすごくいい香りがプンプンしてくるんですけれども、はい、早速一ついただいてもよろしいですか。どうぞ召し上がってください。嬉しい、餃子大好きなんです。そうですか。いただきます。もう皮パリッパリでもちもちですね。美味しいでしょ。うん、はい、食感もいいし、この浜松餃子ね、あのもやしがあるっていうイメージがあるんですが、はい、定義ってあるんですか。はい、浜松餃子の定義はですね、浜松市内において製造販売している、うん、それだけです。あ、じゃあもやしがあるとか、この食材を使ってなきゃいけないとか、はい、そういうものではないんですか。そうなんですよ。
あの浜松餃子学会ってどんな活動を行っているんですか？はい、現在ですね、浜松餃子学会は浜松市内においての餃子屋さんの数と、それからオラガ餃子といいまして、浜松市内の一般家庭の、ね、餃子、これを調べております。何かユニークなものを作ってらっしゃるとか？はい、実はですね、このようなものがありまして、浜松餃子マップというものを作りました。赤くて目立ってますね。はい、これを見ればどのお店がどこにあるっていうのがすぐ分かりますね。そうです。現在浜松市内におきました250店舗以上あるんですけども、そのうちの128店舗がこのマップに現在載っております。じゃあ市外の方、県外の方もこのマップを手に入れて、はい、ぜひお店に行っていただきたいですね。そうですね。船の先端につけた明かりで湖の底を照らし出し、森などで魚やカニをついて取る伝統的な漁、タキア漁。取った魚などはそのまま天ぷらや味噌汁にしてくれます。浜名湖の夜景を楽しみながら地元の幸に舌鼓。夏の夜、浜名湖ならではの贅沢な楽しみです。さらに浜名湖ではウェイクボードやバナナボート、パラセーリングなど一年を通してさまざまなマリンスポーツを楽しむことができます。天竜二俣駅から三ヶ里駅までを走る天竜浜名湖鉄道のトロッコ列車そよ風。車窓からのどかな田園風景やみかん畑を眺めながら自然を満喫してみてはいかがでしょうか。ベテランの船頭が漕ぐ船で、雄大な天竜川の稲沢から二俣までおよそ6キロを45分ほどかけて下る天竜船下り。天竜しぶきを浴びながらゆったりと船旅を楽しめますよ。観光インフォメーションセンターで教えてもらった浜松フルーツパークにやってきました。フルーツ大好き、楽しんできます。広い園内にはみかん、りんご、柿などおよそ160種類4300本もの果樹が栽培されていて、ここでは1年を通して旬の果物の収穫体験をすることができるんです。園内観覧用バス中中トレインが走っているので、広い園内も気軽に見て回ることができるんです。こちらにあるみかん園では今みかん狩りが行われています。市内の小学生たちが楽しそうに収穫体験をしていますよ。みかん狩り初めてですか？はい。上手に取れた？うん。どういうこと注意するんだっけ？そのギュッと取んないで、ぐるぐる回して取れたらいいから。すごいね、みんな上手に取れたね。じゃあ、これちょっと取ってみようかな。最後までねじるんだったよね。うん。あ、取れました。おいしそう。うまく取れましたね。あ、これ葉っぱ付きもいいよね。葉っぱ付きおしゃれおしゃれ。いただきます。うん、甘くて美味しい。ここで取ったみかんは量り売りで買うことができるんです。みんな美味しかった？はい、ね、地元のこういった果物を自分の手で取って食べることができるなんて贅沢ですよね。楽しかった人？本当に美味しいね。浜松フルーツパークは見る、食べる、遊ぶ、全部一日楽しめるところですよ。今回はとっても楽しくて美味しい旅でした。こういった浜松市の魅力を市外に住む友達とか知り合いに伝えていくということもシティプロモーションの一つですよね。そうですね。昨年全国の方を対象に浜松市都市イメージ調査を行いました、はい、その結果浜松市に関係するものの中で知っているものはという質問に対して、うん、大部分の方が浜名湖、うなぎという回答をしていました。また浜松市の印象はという質問に対しては、浜松市に来る回数が多い人ほど浜松に良い印象があるという回答をしていました。これから浜松に住みたいという方が増えるかもしれませんね。そうですね。浜松に住む人が増えることによって市内の経済活動が活発になります、うん、つまり浜松市がもっと住みよい町になるということなんですよ。そうですね。
私たち一人一人が浜松市のことをよく知って、そして好きになるということがシティプロモーションにとって大切なことなんですね。伊藤さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後に浜松市やらまいか大使の世界で活躍するジャズピアニスト上原ひろみさんに市民の皆さんへのメッセージをいただいておりますのでお聞きください。皆さんこんにちは、上原ひろみです。新幹線に乗ってアクトシティだったり浜松科学館が見えるたびに本当に帰ってきたなという懐かしい気持ちでいっぱいになって、本当に素敵な街だなといつも再確認してます。これからはもっともっと街角だったり駅前だったりいろんなところにいい音楽があふれるような街になったらいいなと思うので、私も本当に全力でご協力できればと思います。シティプロモーションによって浜松市がもっともっと国内外に誇れる大都市になるといいですね。